さ、まもなく開催いたします天王山頂上決戦ダンスダンスエボリューション大阪グランクフロント編でございます。さあ解説は内川圭介さん、実況江ノ島でお送りしたいと思います。内川さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあどうですかね、永瀬さん、なかなかゲームは好きだと聞いてるんですけども。そうですね、彼のポテンシャルなら十分にいけるかと思うんですけども、ね、先ほどね、審判の方の話によると、はい、右足のパッドの反応が悪いということだったんで、ね、そうなんですね。まあ、ここからどう響いてくるのかなと、ただまあ条件はみんな同じなので、あ、そうですね、まあ、ここでまあそのどれだけ名人の力を見せてくれるかという、右足を使わずともというところですね。というところですね。さあ選曲選びです、まあ、決勝なのでね、曲選び慎重にしておりますので、さあどれいかがですか。結構ミッドなテンポを選ぶのかな。あの虹色のやつはなかなか難しいやつですね。なるほど、般若心経で書いてますけど、だいぶだいぶコアなやつ。ちょっと置きに行きますね。ええ、置きに行きますね。まあ、先ほどね、慶太君に行きましたから。慶太君に行きましたから。やはりその日本の心を、そうですね、影響されているわけですね。ええ、なるほど。和を重んじる中野さんでございますけど、本当に般若心経かな、ほら。あ、グレンゲ。お、グレンゲ。お、グレンゲですよ。本日はこちらグランフロントさんでは、鬼滅の刃原画展もされて。お、なるほど。あ、行きたいって、ね、行きたかったんですけどね、もうグレンゲからちょっと夜にかけるにちょっと、まあ、なんでね、彼がいい得点を残していただければ、うん、ね、おそらく原画展行けるんじゃないかなと。だいぶ優柔不断ですね、これ優柔不断ですね。選曲にだいぶ時間かかってる。ちょっと心が乱れてるんじゃないですか。奇跡に決まりました。決まりました。奇跡を起こすか流る。お、誰の歌ですか、これは。グリーンさんの奇跡ですか。そうですね。さあ、それでは見ていきます。ゲームスタートです。来ました、来ましたよ。左、左下ですね。お、グッド。お、いいよ。ファンタスティック、素晴らしい、ファンタスティック。さあ、問題の やはり右はちょっと調子が悪い。勝敗の分かれ目、右は調子悪い。ちょっと良くないですね。あ、グレート、グレート。でも右のコマンド少ないですから。さあ、すいません、右をなんとか今日は。右のコマンドが少ない楽曲ですよ、はい、これは。右をどれだけ打てるか。右の連発だ。右打てません。外しまくった。右入りません、うん、左しっかり押さえていきましょう。さあ押さえていきましょう。はい、上行って、はい、下からの上下です。はい、決まりました。おー、ダブル。右行きます、連続右行きましょう。一発はめたいところ、あー、はまりません、ね、やはり右はちょっと難しいですね。あ、連打です。右連、両足で行きましょう。両足で、あー、ダメです。一つもいけなかった、ね、これはなかなか勝敗の分かれ目なんでね、今回の。お、でも次は右じゃないです、前の連打です。上の連打、あ、長押しらしいです。長押しか。我々にわかなんでダメでしたね、ちょっとそこ分かりませんでした。なるほど、なるほど。おー、素晴らしい。川田さん、これ家にあるんじゃないですかね。もしかしたら持ってるかもしれないですね、はい、持ってるかもしれません。ただ僕今気づいたんですけど、はい、楽曲の音が小さすぎて奇跡が流れてるの今気づきました。そうですね、はい、あー、そうですね。なるほど。じゃあこれ音なしで、さすが YouTuber 流る、はい、終わりました。さあどうでしょうか、得点の方は出ました。さあ D-D の一族でございます。3分の1はいったんだ。3分の1いったからいいですね。上々の N さんも適当なところで一部だけ切り取ってるから、そういうことね。 N さんはね、やっぱり音楽作ってるから。そうね、これでいこう。あ、余裕のランダムですね。四角なんかそこのスタートってところで押して、さあどうなる。何だった、わかりません。わかりません。曲がわかりません。やりがフィーです。めっちゃ難しいやつですよ。全然遅くない、全然遅くない。絶対難しい、これは。短い。え D のマイナス。これは永瀬選手と江ノ島選手、今回は引き分けということで、ありがとうございます。